ウイスキーの魅力っていうのはやっぱり地域地域によって変わるものですかね。あの地域の味であり、個性になっていき、それがみんな違うのがやっぱ面白いところなのかな。で加えて熟成による年数ですね、一つの個性を生み、それぞれが違うっていうのがウイスキーの一番面白いところじゃないのかなと思います。シルクハットでは、いわゆるオフィシャルウイスキーというものを中心に置いています。まあ皆さんが買えるウイスキーを飲んでもらって、お客様と一緒にウイスキーの好き嫌いを、見つけていくことができたらいいと思っています。僕にとってウイスキーというのはやっぱその時代を飲むものであり、その地域を飲むものなのかなと思います。例えば12年のウイスキーでも12年かかってできるわけではなく、12年以上のものも入っているので、それぞれの時代、歴史を感じながらそれを楽しむのがウイスキーであり、ロマンだと思います。